from Sendergrin. Happy to be here tonight. You'll hear more from me in a little bit, but I wanted to first say thank you all for coming. Thank you to Engine Yard for hosting, and looking forward to a great evening. Looking forward to a great evening. There we go. I think everyone heard all that, right? And before we get going, we'll say kanpai. Okay, one more time. Kanpai! Kanpai! じゃあ、モアトさん始めちゃいますね。はい、すいません、お待たせしました。それでは、まず最初にですね、私の方から、セントグリッドナイトエピソード2ということで、最初にちょっとセントグリッドについてとか、いろんな簡単な説明をさせていただきたいと思います。まず最初に簡単に自己紹介させていただきます。中井と言います。構造計画研究所で、セントグリッドエヴァンジェリストというのをやっております。ツイッターとかやっておりますので、よろしければフォローしてみてください。で、今日どんなことをお話しするかというとですね、まずはセントグリッドとはというところを始めて、あとは、セントグリッドアップデートということで、こんなものが、新しくなっていってますよっていうのと、ちょっと趣向を変えて今度は E メールのこれからっていうようなところの話をさせていただきたいと思います。で、最初にセントグリッドとはなんですけども、簡単に言うとセントグリッドは、E メール API カンパニーということで、API を利用して、メールを簡単に送信することができると。ウェブサービスから SMTP からウェブ API 使ってセントグリッドにリクエスト出したらメールが届くと、そんなことになっております。で、どんなメールが届くのかというところなんですけど、メールが届くというか、どんなメールで使うかというとですね、トランザクションメールっていうのとマーケティングメールっていうので、使います。でトランザクションメールっていうのは、ここにあるように、パスワードリマインダーだったり、発送のお知らせだったり、決済完了のお知らせ、友達リクエストリツイートされましたとか、いろんなメール日々受け取られていると思うんですけども、何らかのイベントをトリガーにしてですね、システムから、自動的に発送されるようなメールのことをトランザクションメールと言います。で、かたやマーケティングメールは、昔からよくある、一斉配信系のメールマガジンだったりニュースレターだったり、そういうことですね。で、どんな方々がご利用になっているかというと、こういった感じですね。フォースクエアだったり、ピンタレスだったり、あとは、日本でもスタートアップの方々が使っていただいたりしています。で、うちのページの導入事例の方にすでにいくつか例が上がってますので、ぜひご覧になってみてください。すいません、ちょっとビール飲んだんでゲップが。でなぜセントグリッドがいい、セントグリッドを使うのがいいかということですね。この辺もホームページにあるものとちょっと似てるんであれなんですけど、この辺の低コストだったりスケーラブルアナリティクスとか、この辺はよくクラウドのサービスとかでも使われる、よく聞く話なんですけど、一番コアになっているのが、確実なメール配信、英語でいうところのデリベラビリティというところでして、ある調査によると、普通に送ってちゃんとしたメールを送ったのに、そのメールのうちの 20% は相手のメールボックスまで届いていないと。そんな調査結果もあるぐらいですね、案外メールって届いてないんですね。でそれをセントグリッドを使うと、
届きやすくなりますよと、まあ、そういったところが売りになっています。で、まあ、どういうところが違うのかっていうのは、まあ、あとちょっと説明させていただきます。で、最後の API が一番、まあ売りですね。最初に Email API カンパニーといったところもあるので API で全てできます。あの GUI であのマーケティングメールを送ったりもできるんですけど、一番いいのは全部 API で全て作り上げてしまうことですね。あの米国の方の有名なハブスポットとかあの辺は、マーケティングのメールを送るわけですけど、あのインフラを全て、センドグリッドで、E メールのインフラを全てセンドグリッドで構築していて、で全部 API だけで、やりたいことを実現していると。でどんなことができるかというとですね、まあ、最初にあるよりセンド、まあ、メールを送るところですね。あとは、統計情報アナリティクス系の、機能もあるんですけど、ちょっと面白いのはですね、下の2つのパースウェブフックとウェブイベントウェブフックというところでして、まあ、パースは、センドグリッドはセンドって言ってるんですけど受けることもできますと、ある、メールアドレスに対してメールアドレスじゃないあるドメインに対してメールが届いたらそのメールを受け取ってパースしてですね、URL にポストするというそういったあの機能を設けています。でちょっとそれを使ったあの面白いデモがあるのでちょっとこちらを少しお見せしたいと思います。ですね、まあ、ちょっとしたアプリケーションなんですけど、もし E メールが送れる方がいらっしゃったら、このプレイリストアットセンドグリッドデモスドットコムタイトルに、曲名を書いて送っていただくとですね、ここに今1個しかないんですけど、どん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 入ってきて、まあ、あの裏に桜がいたんですぐ山本来てますけど、まあ、こんなメールの使い方もできますよといった、なんかあの単純にメールを送れるだけでしょうっていうふうにあの想像する方多いと思うんですけど、まあ、こんなあの面白い使い方もできるんですよというのがちょっとあの、まあ、ご紹介したかったのでちょっとデモさせてもらいました。はい、すいません、お待たせしました。あ、送っていただきましたか。ネタが思いつかないで、まあ、その API 絡みでちょっと話なんですけど、各種ライブラリーがあります、まあ、この辺の言語のは一通り揃ってますので公式のライブラリーとしてありますので、あのお使いの言語に合わせてご利用になっていただければと思います。でですね、うち構造計画研究所から、ご利用になっていただいてもいいんですけど、他にもsendgrid.com、 ドルで払いたいし英語で対応したいっていう人はぜひsendgrid.com であのお使いいただいてですね、あとは、ここエンジヤードさんだったり、Windows Azure Heroku 経由でアドオンとして使うこともできます。で、まあ、そうなるとうちを通していないので、あの、まあ、まあ微妙に競合といえば競合なんですけど、どの経路でご利用になっても弊社の方でサポートは提供いたしますので、あの必要があれば日本語のドキュメントもご提供しますので、あのいつでもあのお声掛けをください。というところまでが、まあ、簡単ですけどもセンドグリッドの紹介でして、続いてですね、まあ、センドグリッドアップデートで、あのセンドグリッドナイト、第2回をやるといった時にセンドグリッドアップデートっていうので、まあ、12月からどんなことが変わったかとか、あのそういうことをやろうと思ってタイトルつけたんですけど、聞いたら案外なかったんですよ。なので、まあ、こんな感じということなんですけど、まず一つ目、これは結構大きいですね。あのインバウンドサーバーの増設ということですね。あの SMTPのリクエスト、ウェブ API のリクエストを受ける口が、世界で5カ所増設されました、この一番近くだとシンガポールですかね。なので、まあ、大量に送るときに、米国の方にリクエストをしていて時間がかかっていましたっていう人が、まあ、多いと思うんですけど、まあ、少し短くなりますと。で、あとは最近発表になったのが、ニトラス IO っていうんですかね、あのその辺とのパートナーシップが発表されましたというところが、まあ、最近のアップデートということですね。でただ今ちょっと言えないんですけど、さまざまな新しい新バージョン関連のプロジェクトが書いてるんですけど、まあ、API 関連だったり、マーケティングあのメールの GUI だったり、もう今ある基本的なものが全てアップデートされるような方法で、裏で進んでいますので、近々だいぶあの変わると、近々と言っててもなんかだいぶ先っぽい雰囲気もあったんですけど、まあ、2014年の間には来そうな雰囲気がしているので、ぜひ、まあ、ご期待くださいと。なんか結構 GUI 使いにくいんですよ。なんか動き変だったり、あの
重かったりとか、その辺が多分改善されるはずですので、楽しみにしていてください。で、最後にちょっとそこを変えてですね、Eメールのこれからということで、とか私はセンドグリッドに関わるようになってから、メールについていろいろ調査するようになったので、あまり偉そうなことは言えないんですけども、で、センドグリッドについて勉強して、で、他の競合の方のサービスについて研究したり、で、どういうふうにメールを送ってきたかとかっていう話、いろんな話を聞いてですね、気づいたこと、思ったことみたいなのがあって、こういうふうになるんじゃないのかなっていうのがあるので、今日それについてちょっと説明させていただきます。メールの用途が変わりつつあると書いてあるんですけど、もともと最近よく聞きますよね、メールの時代は終わりましたとか、そういったチャット系のサービスが多くなったりして、もともとコミュニケーションのために使われてたのが E メールだったと思うんですけども、それは徐々に変わってきていると、どんどん廃れていってるというか、チャット系のに移っていってるっていうのはあると思うんですけど、逆にですね、先ほど最初に言った、トランザクションメールだったりマーケティングメールだったり、要はなんていうんですかね、いろんなウェブサービスとか、あとはシステムとかから人にアクセスするときって必ずメールが必要になるんですね。もちろん例えばクレジットカードの認証とかで、Twilio とかを使ってカードをクレジットカード、SMS とか電話とかを使うということはあると思うんですけど、ちょっとしたウェブサービスだと最初にリーチしてくるのは必ずメールだ。で、そういったことがあるので、ちゃんと届ける環境、相手に届く環境というのを作るのが非常に重要であるというふうに考えています。一つ重要なこととして書いたのが、正しく届けることと、あとは読まれるメールを届けることですね。だからちゃんと相手に届くようにしないといけないということが、考えていかなきゃいけないことじゃないかというふうに最近思っております。で、あんまり意図してなかったんですけど、最近メールについて結構話題になりましたね。多分この辺のハテブとかいろいろ見てる方とかだとご存知だと思うんですけど、 AWS から、E メールを送信するにはっていう、何ですかね、ホワイトペーパー的なものが出たり、あとは、今日いらっしゃってますか？もうまだいらっしゃってないですかね。メール配信クラウドサービス13個の価格比較っていうグラフで、これも結構バズった話なんですけど、で、この、書いた人が参加登録されてたんでお会いできるかと思ったんですけど、まだいらっしゃってないんですね。なんかこんな感じで、そのおかげでですね、かなり問い合わせが増えてですね、ユーザー登録も増えました。なんか何もしてないのにちょっとラッキーだったんですけど、なんかなぜか最近結構 E メールが注目されているのかなというふうなところですね。で、最初の先ほど左にあった、AWS からの E メールの送信についてっていうのの中を見るとですね、EC2 からメールを送るっていうのと、SES を使うっていうのと、あともう一つ他のサービスを使う方法がありますよっていうので、最初の2つについて説明があるんですけど、でこの左側が、EC2 から送る場合のやんなきゃいけないことリストで、SES でやるときの、こんな仕組みを作んなきゃいけませんよと、いやいやっていう、こうめちゃくちゃ複雑なわけですよね。こんなの普通にちょっとメール送りたいだけだったり、本当はビジネスをちゃんと進めていきたいのに、こんなことに面倒なことはやっておられませんと、パッと見るとああいうふうにやればできるのかと思うのかもしれないんですけど、実はメールを運用していくのってすごく、大変なんですね。バウンスメール、ブロックメールをちゃんと対処したりだとか、いろいろありますけど、送信ドメイン認証だったりスロットリング対策ということで、送信の流量を相手の ISP に合わせていろいろ変えたりしなきゃいけない、そういうのがあるので、さっきの資料を見るともうセンドグリッドを使いましょうって言ってるようにしか見えないわけですよ。この大変な作業っていうのは全部ほっとけばセンドグリッドはほぼやってくれますので、こんなのいらないですね。ここセンドグリッドがポンってあればそれで済みますので、ぜひ使っていただきたいところですね。で、続いて、で、じゃあその、運営は大変なのは分かったって言って、正しく届けるためにどういったことをしなきゃいけないかという、これそのセンドグリッドがどういうことをやっているかっていうのを自分でいろいろ勉強してですね、で直接話を聞いたりして、こういうふうにやってちゃんと届くように到達率を上げるっていう取り組みをしているんですっていうのを聞いて、聞くと今度逆に聞く、日本でどういうふうにやってるかっていうのを聞くと全然違うんですよね。例えば、1つ目 IP ボンマップをやりましょうって多分聞いたことないと思うんですけど、うちのページにブログに記事があるのでぜひ読んでいただきたいんですけど、IP アドレスは本来固定して、その IP アドレスをずっと使い続けて、やった方がいい。
イメージ的にはクレジットカードの信用情報みたいなものでですね、できたばかりの IP アドレスから送るっていうのは、全く信用情報のない人がクレジットカードを作るっていうのと同じことなんです。ずっと払い続けて滞りもなくずっとやって信用情報が上がっていくと上限上げれますし、無茶な使い方もできるようになってくると。でそれが、IP アドレスも同じようなもので、付き放題送ってたりすると、ダメになって、じゃあ次他の IP アドレス使いましょうっていうのが、持ってのほかで、ちゃんと送れるようなサイクルを自分たちで作って、その IP アドレスの信用情報を上げていくっていうのが必要になります。で信用情報っていうのがその、リプテーションと一緒なんですけど、評判ですね。その IP アドレスは大丈夫ですよっていう評判をずっとキープしておくと、それだけで、届く確率が全然上がってきます。で、3つ目のバウンスメール対策と書いてるんですけど、これはレピテーションとに近いんですけど、メールってバウンスしてくるわけです。500番台のエラーが返ってくる、バウンスメールって言うんですけど、例えばユーザーいませんとか、そんなユーザーいませんとか、そもそもブロックされてますとか、いろんな例があって、そういうバウンスメールをもう二度と送らないようにするっていう仕組みをずっとキープしていくのも、送信者の役割なわけですね。1万人のリストに対して送ったら 3割がバウンスリストに入っちゃって、バウンスされて帰ってきましたっていうと、その原因が除去できない限りはその3割にはもう絶対送っちゃダメなわけです。なのに同じように何回も何回も送るので、ブロックされたりブラックリストになったりして届かなくなったりするわけですね。でもそれよく聞きますよね。最後のはいいんですけど、日本だと例えば、毎時何千万通の何百万通の高速配信が可能だったり、届くまでいろんな IP アドレスを使って送ります。で複数サーバーから分散させて一気にドーンって送ります。で IP アドレス使い放題ですね。こういうサービスよくあると思うんですけど、今の話と全く違いますよね。これって結局スパムと一緒なんですよ。やってることがスパムは何とか送れるようにって先ほど言ったようなことをやってるわけですね。それを同じようにやってたらいつまでたってもまともに送れるようにはならないと。多分今まで思ってた話とは全く逆になると思うんですけど、センドグリッドはそういう風にしてちゃんと信頼を得て、いろんなサーバーに対して、メッセージを送ってきているとですね。なのでその他の日本のサービスとセンドグリッドはどういうところが違うのかなっていうのをちょっと考えてみたらですね、例えばこう送る側と受け取る側の関係っていうのは、なんか男女の関係に似てるというかですね、ちょっと下水話ですけど、他のサービスは、なんとか一夜限りの関係というか、いろいろ攻撃して届いたら OK みたいな、でその後はもうよく知りません、全く責任感がない感じですね。ただ、センドグリッドの方はなんかこう大切にその関係を育てていくというかですね、そんな、こんな感じです。ちょっと滑りましたね。しっかりした、結構いけるかと思ったんですけど、彼らにはすごい受けたんですけどね、ダメでした。で最後に正しく届けることと読まれるメールを届けることっていうのが重要ですっていう話をしたんですけど、例えば、じゃあどうやったら、読まれるメールを届けることができるのっていうところを考えると、届けたメールが、送ったメールがどのくらい開封されているのか、どのくらいクリックされているのかとか、そういった反応を見て、それに合わせたお客さんに合ったコンテンツを提供していくっていうのが、読まれるメールを届けるためにはすごく大切なことだと思うんですけど、その書いてある、その開封クリックトラッキングだったり、AB テストとかそういった機能もセンドグリッド元から持ってますので、特に気にせず、そもそもそんなにいっぱい分析する必要ないんですよ。大体こういうメールを出したらこんだけ開封されて、クリックはこのぐらいされますっていうのが分かれば対策は打てる。なんかいろんな指標が山ほど出てきて、どうやって使ってもいいか分かんないぐらい機能があるんだったら、シンプルなものからだんだん良くしていくと。で、センドグリップは API で全てやることができるので、スモールにまず自分たちの作りたいシステムを作って、で徐々にこう使い方に合わせて機能を拡張していくと、そういったような使い方をするのを推奨しています。最後に、ですね、もう一回、正しく届けることを、読まれるメールを届けることっていうのが非常に重要ではないかというふうに思っています。で、言うのを忘れてました。だいたいそのどんぐらいの規模なんですっていうのをあんまり具体的にツイートしたりだ、ブログに書いたりっていうのは、控えていただきたいんですけど、こんな感じなんですっていう意味でですね、だいたいセンドグリッドがスタートしてから日本のユーザーが世界に対して送った、日本も含めてのメールの、総数がだいたい7000万近い
7000万通ぐらいです。あんまり大したことはないんですね。セントグリッドはだいたい月間で、今月が、先月が110億通で、先月もだいたい110億通ぐらい送っているので、あまり大したことないと。で、2013年12月は、日本のユーザーがだいたい330万通で、先月、1月がですね、400万通ぐらいを送っていると、まあ、そんな感じの規模感です。ぜひとも皆さんにですね、使っていただいて、どん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 増やして、で、よく携帯メールにどうやって届くのかとかっていうのを聞かれるんですけど、さっきいろいろ書いた気をつけなければいけないことっていうのをちゃんと 気をつけた上でやってれば届かなくはならないんですね。で、それを無視して送りたい放題送って届かない届かないって言ってる人が多すぎるんですよ。なので話を聞いてると、バウンスリストの管理もしてないし、そんなしたことがないとかっていう人結構多いんです。でもあそこのサービスじゃ届かないっていう、それは届くわけないので、ただまあかなりセントグリッドを使うとかなり自由度が上がってくると、自由度でとその辺のとかは減ると思うので、ぜひまあ使っていただきたいと。で、例えば携帯キャリアに送る通数が増えてくると、セントグリッド側でずっと監視をしてですね、その、状況に合った、例えばこういう送り方をするとスロットリングをするんだ、だったらじゃあ、こうやって送れば大丈夫だねっていう、その最適化っていうのを常に行ってくれると、もう約束してくれているので、ぜひともどん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 送っていただいてですね、セントグリッドでも問題なく、携帯キャリアにも届きますよっていう実績をこれから作っていただけないので、まあ、ぜひともよろしくお願いします。で、最後にちょっと教えてですけど、 Facebook にですね、日本セントグリッド日本語コミュニティということでですね、まあ、どっちかというとデベロッパーが集まっているコミュニティがあるので、私の方も結構情報提供したりしてますので、もし興味がありましたら、ぜひともご参加ください。なかなかとすいません、ありがとうございました。で、ちょっと順番変えてですね、次は、弊社の関口から発表させていただきます。タイトルで、話をさせていただきたいと思います。その前にまず自己紹介から、関口典子と言います。先ほども話がありました、セントグリッド日本正規代理店である構造計画研究所のものです。構造計画エンジニアリングということで KKE と呼んでいます。で、約5ヶ月前にセントグリッドチームに入りまして、まだあんま慣れてないですけど、まあ、こういう人前で話すこともほぼ初めてですごい緊張してるんですけど、ある程度多めに見てください。すいません、しょっぱなから。で、今日の、お話なんですけれども、一応セントグリッドをこれから始めようと思っている方向けの話で、どこから申し込んだらいいのかとか、どのプランを選んだらいいのかとか、そういうお話をしたいと思います。で、どこから申し込むかって、実は選択肢3つほどあります。で、1つは弊社 KKE からお申し込みをいただく、それから2つ目がアメリカの本家のセントグリッドから直接お申し込みいただくこと、で、3つ目が、このエンジニアードさんですとか、Azure さん、ヘロクさんのようなこういう、サービスのアドオンとしてご利用いただくっていう方法があります。で、それぞれがどう違うかっていう話をちょっとしたいと思うんですけれども、KKE とアメリカとアドオンっていう、列が並んでるんですけど、マーケティングメール、普通に使えるんですけれども、ご注意いただきたいのは、アドオンからご利用になった場合はマーケティングメールは使えないです。で、それから次、上限超過時っていう話なんですけれども、普通、例えばシルバープランだったら10万通まで送れますよとかが決まってるんですけど、そこを超えてしまった場合、翌月に超過料金分を請求するっていう形態を取っているんですけれども、アドオンをご利用の場合のみ、上限を超過したらもうその時点で送れなくなっちゃいます。ここがちょっと違うところです。で、支払い通貨、KKE だけは円なんですけれども、普通はアメリカドルになります。で、支
支払い方法、基本クレジットカードなんですけれども、KKE からお申し込みをいただいていて、なおかつ、シルバープラン以上の場合だけなんですけれども、その時に限って、請求書払いも受け付けております。で、あとプランの変更、アメリカのセンドグリッドからお申し込みいただくと本当に何回でも自由に変更できるんですけれども、多分アドオンからご利用いただいた場合も同じような形になると思います。ただ KKE からお申し込みいただいたときは一応原則月1回までっていうふうにさせていただいております。その代わりはもう2回目以降できないとかではなくて、直接お問い合わせいただければ個別に対応させていただきますので、何かありましたらお声掛けください。で、次がアカウントなんですけれども、基本的には1つのアカウントを使い回す形になります。で、サブユーザーとかを作れますので、1つのアカウントで、子供を作っていろいろメンテナンスしていくっていう形をするんですけれども、アドオンの場合はですね、アドオンを追加するっていうことがイコールアカウントの追加になりますので、例えば、プロジェクトが3つあって、それぞれのプロジェクトでアドオンを追加ってやると、3つアカウントができてしまうと。そうすると請求書情報も全部分かれちゃうというような形になってしまいます。で、最後サポートなんですけれども、これはどこからお申し込みいただいても、同じです。KKE のサポートもご利用になれますし、アメリカのサポートも、もちろんご利用になれます。で、KKE の場合は営業時間内の日本語のサポートになります。メール、お電話、ホームページからのお問い合わせ、それから日本語ドキュメントということになります。で、アメリカだと、今日24時間サポートで、チャットですとか、あとはナレッジベースが充実してたりですとか、ドキュメント類やっぱり多いです。で、ただし全て英語のものになりますのでご注意ください。でですね、最後ちょっと書いてるんですけど、アドオンユーザーの場合なんですけれども、ちょっとこのあたりアカウントの細かい状態とかは把握できないので、もしかしたら踏み込んだサポートが難しいかもしれないです。なので、できればなるべく KKE からお申し込みいただくといいかもなっていう、ちょっと営業的なことも入れてみました。あとですね、ちょっと書いてないんですけれども、一部のアドオンです と、フリープランの送信上限がちょっと高いサービスとかもあるんですね。普通1日200通までなんですけれども、確か Azure さんとかなんかは1月2万5000通までだったかな、ちょっと上限が違うものがありますので、よくチェックお願いいたします。はい。で、お申し込みいただくときの、ご注意というかお願いなんですけれども、登録情報は本当に正確なものを入れていただくようにお願いします。偽名ですとかイニシャルとかそういうのはやめていただいて、法人の方はなるべく会社の情報でご登録くださいますお願いします。で、利用用途も詳しくお願いしています。利用目的、通数、それから頻度、送信先リストどうやって入手するのか、そういったところも細かく確認させていただいております。なんでこういうことするかっていうのは、やっぱり迷惑メールの業者に悪用されたくないんですね。なので、ちゃんと人間が目で見て審査っていうかチェックしてですね、変なことに使われないかっていうのを確認しているので、多分ちょっと手を煩わすことにはなると思うんですけれども、ぜひちゃんと細かく書いていただけるとスムーズに、登録が終わります。なんでかっていうと、その迷惑メールの業者に利用されて、さっき話のあったレピュテーションが下がってしまったりして、メールの到達性に影響が出てしまうことをやっぱり嫌なので、そういった意味で、メール到達性高く維持するための、必要なものになります。よろしくお願いいたします。で、次にどのプランを選ぶかっていうお話です。で、これは弊社のホームページの一覧表なんですけれども、プランが並んでいて、料金ですとか機能が並んでるんですけれども、これ、見ていただければ分かるっちゃ分かるんですけれども、シルバー以上になるとみんなフル機能を使えます。違うのは金額ですとか上限とかそういうところが違うだけで、機能としては全部フル機能で使えるようになります。で、ブロンズ以下の、プランをご利用の場合は、ちゃんと自分が使いたいものが使えるかどうか、この表できっちり確認してからお申し込みください。例えばマーケティングメールなんかは使えないですね。
で、それからちょっと特徴的かもしれないんですけれども、ブロンズプランよりもフリープランの方が機能が多いんですね。なので、フリープランで試して、あ、じゃあちょっと有料でブロンズに上げてみましょうみたいなことをやると、もしかしたら一部機能が使えないかもしれないので、この辺もちょっと細かくご確認ください。で、シルバー以上で使える機能についてもうちょっと、詳しく見ていきたいと思います。さっきもお話あったんですけれども、シルバー以上になると、それぞれ固定 IP が割り振られます。ブロンズ以下だと共有 IP になるので、変な振る舞いした人がいるとちょっと影響を受けてしまうんですけれども、シルバー以上だと自分専用のレピテーションを持つことができます。それから独自ドメインが利用できます。これちょっと後で細かく見ていきます。で、あとちょっと繰り返しになるんですけれども、マーケティングメールが使えるだとか、あとサブユーザーが作れる。サブユーザーのサブユーザーごとに統計情報ですとか、設定っていったものを分けて管理することができるので、例えば一つの会社でプロジェクトごとにサブユーザーを分けて使うとか、そういう使い方ができます。あと請求書払い OK とか、そういういろいろあります。で、独自ドメインを使う、独自ドメインって多分あんまりなんかそんな私は聞いたことなかったんですけども、これ使うと何が起きるかっていうことなんですけど、まあ、簡単に言うと、独自ドメイン使わずにメールを送った場合は、こんな感じでセンドグリッド経由で送られてきましたよっていうのが出る場合もあったりですとか、あとさっき出たクリックトラッキングっていう機能を使うと、その例えば Google のリンクが貼ってあっても、実際のリンク先にはセンドグリッドの URL が出てくるといった場合があります。で、これが独自ドメイン利用を使うと、フロムがちゃんときれいに出ますし、あとクリックトラッキング、自分の、ドメインがリンク先として出てくるので、これによって、迷惑メールフォルダに入る可能性も減りますし、あと受信者から見ると信頼度が上がるので、開封とかクリックとかをしてもらえる可能性も上がります。で、独自ドメインの設定なんですけれども、どうやるかっていうと、端的に言うと DNS レコードを追加するだけなんですけれども、どういうデータを追加するのかっていうと、これ画面で確認することができます。これセンドグリッドのダッシュボードの画面なんですけれども、ディベロッパーズのホワイトラベルウィザードっていう画面をクリックすると、ドメイン、自分が使うドメインを指定するようなところがあるので、そこをドメインに入れて、あとサブドメイン上の方に入れていただくと、この下の方に出てくるんですね。もうこの内容を DNS に設定すればいいですよっていう内容が出てくるので、これそれぞれのお客様で内容違いますので、ご自分の設定をここで確認して、DNS に設定してください。で、ご、レコードですね、5つだけ設定してください。で、以上で、説明終わりなんですけれども、最後にセンドグリッドでぜひ手軽なメール運用をお試しください。SNS とかもあるので、ぜひいろいろチェックしていただいて、参加していただけると非常に嬉しいです。今日はありがとうございました。ということでですね、ちょっと5分ほど休憩させていただいて、次、セントグリッドの2人からちょっと休憩させていただきたいと思います。じゃあ私は、トイレ休憩なりなんなりします。安藤さん、すいません、SSID とパスワードで、そこら辺に入っちゃう。すみません、はい、ありがとうございます。どうもどうも、すみません、そうですね、前日的に入るのは全然良くないと思って、そこから行くと聞いてらして非常に良いと思って、今日の感想はどうする、一番のメールは3発です。
まあ、ドルキムは結局、メイドの続いてですね、今回2人セントグリッドから来日してるんですけど、ブランド・ウエストとティム・ホールズの2名が、来日してるんですけども、その2人からですね、ちょっとセントグリッドがっていう